イザヤ書、五十二章。目覚めよ、目覚めよ、力をまとえ、シオンよ。あなたの美しい衣をまとえ、聖なる都エルサレムよ。無つれの穢れた者は、もう二度とあなたの中に入っては来ない。塵を払い落として立ち上がり、元の座につけ、エルサレムよ。あなたの首から風を振りほどけ、囚われの女、娘シオンよ。 まことに主はこう言われる。あなた方はただで売られた。だから金を払わずに買い戻されると。まことに神である主はこう言われる。私の民ははじめエジプトに下って行ってそこに起流した。またアッシリア人がゆえなく彼らを苦しめた。さあ今ここで私は何をしよう。主の言葉。私の民はただで奪い取られ。 彼らの支配者たちは悲しみ嘆いている。主の言葉。また、私の名は一日中絶えず侮られている。それゆえ、私の民は私の名を知るようになる。それゆえ、その日彼らは、私が、ここに私がいると告げるものであることを知るようになる。良い知らせを伝える人の足は、 山々の上にあって、なんと美しいことか。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神は王であられると、シオンに言う人の足は。あなたの見張りの声がする。彼らは声を張り上げ、共に喜び歌っている。彼らは、主がシオンに戻られるのを目の当たりにするからだ。エルサレムの廃墟よ。 共に大声を上げて喜び歌え、主がその民を慰め、エルサレムをあがなわれたからだ。主はすべての国々の目の前に、聖なる身腕を表された。地の果てのすべての者のが、私たちの神の救いを見る。され、され、そこから出て行け、汚れた者に触れてはならない。その中から出て行き、身を清めよ。 主の器を運ぶ者たちよ。あなた方は慌てて出なくてもよい。逃げるように去らなくてもよい。主があなた方の前を進み、イスラエルの神がしんがりとなられるからだ。見よ、私の下辺は栄える。彼は高められてあげられ、極めて高くなる。多くの者があなたを見て驚きを恐れたように、その顔立ちは、 損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていた。そのように彼は多くの国々に血を振りまく。王たちは彼の前で口をつぐむ。彼らが告げられていないことを見、聞いたこともないことを悟るからだ。